父上は黄泉への戸に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりも、ただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。遠くまでは行けない。おい、一人も生かしておいてはいかん。分かっておるな。侍は皆上川村へ向かった。わしらの計った通り、奴らが戻ったならば帰りしち。うせろ、うせうせうせ、うん、うせ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 うてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを乞うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む、御所だ。
者を戻ってきやがれ。百軒先からでも暗図を射止めるか。お主の頭など造作なきこと。早う行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。死ね。出しておくなという言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。さが気づかれちまうさ。さっさとやっちまえ。そうですかい。わしに己を切りかぶりすぎじゃ。死ねえ。うそ。落ち着け。もう大丈夫だ。あそこだ。止めろ。逃げろ。逃げろ。身を引け。先へ行かねば。もっと早く。相手。やで待たれてしまう。うわ。やめてくれ。恐れなどに屈せぬ。この辺りに違いない。驚いてくれ。止めろ。目を狙え。手を止めるな。引け。死と隣り合わせであろうと。して出陣だ。何故とどまる。早く攻めねえとお上の軍勢が押し寄せてきちまう。首を落とせ。命乞いするなら今のうちじゃ。僕の手にかかるくらいならと自害したのであろう。守る者もおらぬ中なすすべもなかったであろう。
くれ。次はどこをやる。またどこぞのみすぼらしい僻地にちげえねえ。見よせろ。よくも兄貴をやりやがったな。くそ野郎。死ね。あんたたち、まだあいつらはいるよ。 あっちへ行きな。あんたら鬼は取れるものは全部取っただろう。おっか、誰だ。目をつぶってな。待たれよ、拙者をご存知ないのか。おめえが誰だろうと知ったこっちゃねえ。どっか行っとくれ。さようでござるか。どうかご無事で。拙者が勝ち戦を欲したために、この卑怯者どもは抗う者にも出くわさず、やすやすと。ジオ、命だけは見逃してくれ。お前らその先は誰も止めちまってやる。ああ、死ね死ね死ね、最後だ。
斎藤殿、お許しを。奴らの計りごとにまんまとはまり、肝心な時に居合わすことができず。ヒロキ殿、おやめ、おやめなさい。先には死が待つのみじ。ならば死と出会うまで。これは単なる襲撃ではない。恐れゆえのさらなる恐れを煽るがための所業。にも集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。馴染みの顔ばかりじゃ、皆よく存じておる。まだ息のあるやつがおる。武器を持っておる。捕らえた。Oh!
こで止まれ。生きておられたか。愛子殿は、愛子殿はいずこに。道場に。だが行ってはならねえ。この通りだ。たとえ何人束になろうと拙者を止めることはできぬ。ことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。愛子、生きておったか。愛子、待て。愛子、まことにそなたであるか。
アイコ、どこへ行く？身に覚えのない地なれど、どこか気懐かしくある。女がここを通ってはおらぬか？あるいは通ったやもしれぬ。はっきりと申し下され、見たのであるか？この先じゃ、されど心して参る。ここは汚れたち、恐ろしい病に侵されておる。かたじけない、承知いたした。汚らわしい、汚らわしい。肌焼け。というのだ。教えてくれぬか。これは幻か。すべて何も。炎、戦があった。そして、そして何が。思い出してたらオラが助けてやるから、この檻を開けてくれ。開けろ、今すぐに。開けろ。うるせえ、めせえ。喉、焼ける。あそこだ、清き者。燃やすでない。待て、待て、よこせ。汚れなし、清き者。おい、わしはお前などにやれん。この者のけども、自らを蝕んでおるようじゃ。馴染みのないか。気安く振る舞うでない、人殺しか。思い違いでござろう。拙者は斬られるべき者にのみ刀を抜いたまでじゃ。そのようなたわごとをよくも軽々と。は
誇りはないのか、鬼め。待て、くさばれ。橋は崩れぬだろうか。役立たずの抜きの目、頭を下げや。ひれ伏せと言ったのじゃ、わしに屈せや。おった、この指が敵を入れんだく、おう、下げ、下げだけでは止められまい。刀を抜くなかれ。拙者も武士道を志す者。ほらを吹くな。お前は罪なき者どもの血を浴びておる。拙者が多くの者を黄泉に送ったは事実。されど罪なき者は一人もおらぬ。頼む、今誰も死ぬことはない。拙者は皆が村で斬られるのを見た。それでもお主は和平を口にするか。誇りなき化け物め。この者どもは拙者を村を荒らした悪党どもと思い違えた。拙者が相手した輩であろう。
ここに拙者には下せぬ。いかにしてこのような。分かっておる。わしらも皆道をなくした。なんと、村一つ失われたとでも申すのか。そうかもしれぬ。もしくはただの幻想か。そなたの言葉は道理にかなわぬ。頼む。何が起きたのじゃ。進むのじゃ武士よ。望みを捨てるでない。拙者の言い分は聞いてもらえぬだろうが、お主を傷つけるつもりは毛頭ござらん。一度は図られた身、二度はない賊よ。頼む。拙者もお主と同様に嘆いておる。敵は同じである。共に力を合わせようぞ。化け物、貴様は全てを奪った。拙者のうち同志、誇りまでも。お主は思い違えて。今よく分かった。貴様の死のみが拙者の思いに幕を引く。あのバカ、ほんと。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。どう？アイコ、どこへ行く。落ちる。お前は落ちる。
うか。この湖は泳ぐには深く冷たい。わらがみのようにおろそかないかだであるが、こと足りよう。殿、されどお主が斬られたのを上川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって我らを朽ち果てさせたのじゃ。拙者はまやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。お主は誓いを破ったのじゃ。一体何が起きたのじゃ。この汚れた血はお主に何をしたというのじゃ。で、わしのじゃ、わしのじゃ。いや、わしのじゃ、わしのじゃ、わしの、いや、どうだでしょ。Yeah!
全て撃ち誰か来る。やっと。ものだ、わしのようにここにおるすべてのもののようにだから、これより何をするというか、もう十分なくしておる。何のことじゃ。橋だ。もはやわしらは帰ることはできぬ。拙者の重みにも耐えられぬなら、そなたの重みにも耐えられまい。他に戻る道はないのか。道などない、汚らわしい。おっと、すべて食っちまえ。現れた。
アイコ、待て。松野じゃ。アイコ、待て。何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂と共に。私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばし、あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びくだされ。代償は非常に大きゅうございます。奴は全てを奪った。必ずやカゲロウ目をひれ伏させ、かなわぬ命乞いをさせるのじゃ。あなた様がそうおっしゃるならば、落ちる道も戻る道。そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ、もしくは永遠に。